はい、こんばんは。ということで、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。はい、こんばんはです。どうも、おはようございます。おう、どうもどうも。いつもありがとうございます。はい。ということで、今日はね、ちょっと角度を変えました。いつもと角度が違いますということで。はい。いきます。杉本マンのうくってぽん、8月18日です。あ、どうもこんばんは、いつもありがとうございます。はい、まあ、角度を変えたのはね、今日で、ね、ウクレレをこう弾き始めて、練習し始めて4ヶ月になります。4ヶ月目です、ね、でね、てっきり配信も4ヶ月目だと思ってたんですけども、配信し始めたのが3ヶ月前なんですね。はい、ので、あ、そうそう、ちょっとね、小ざっぱりしてみた。柵を消しました。後ろにあった柵とかスピーカーとか消しました。ね。まあ、角度変えただけなんですけどね。で、いつも座ってる赤い椅子もね、ちょっと赤いのが目立つなと思ってね、急遽配信30秒前にこれ、タオルかけたんですけどもね、逆になんか、みっともないね、これ。なんか二人羽織の人みたいになってるね。まあ、ちょっとこれは後でどうにかしますけども、はい。そう、背景がね、こっち半分布です。こっち半分はこれですね、石原裕次郎がよく刑事ドラマでやってるやつですね。はい、あれなんだっけ、忘れたけど、はい、ということです。はい、あ、どうもこんばんは。今日は多いですね、ありがとうございます。はい、ということで、先ほども申しました通り、ウクレレ歴が4ヶ月になりましたので、ちょっとね、今日は初心者ぶるのはやめようかなと思って、はい、あ、すみません、拍手ありがとうございます。はい、で、いきます。ウクレレ歴4ヶ月の中年男性が、ほぼぶっつけで、シーガール、浅香唯さんの曲です。を30分で仕上げたい。です。はい。シーガール。ね。夏といえばっていうことでね。夏といえば僕、このシーガールっていう曲をね、真っ先にこう、イメージするんですよね。で、中学校、中3の頃にね、流行ってた曲なんですよね。で、ちょうどカネボウの、CM ソングでテレビでバンバンかかってて、ね。なんかその頃の記憶がね、やっぱこう残っててね、夏といえば浅香唯のシーガールだなみたいなね、ことで、はい、で今日はその曲をね、ぶっつけ本番でやらせていただこうかなと思います。はい、で、まあ、ぶっつけ本番なので、最初からうまくいくとは限りませんね。今まで見てきた人は分かると思うんですけども、最初はだいたい練習状態です。まあ、公開練習なんでね。ただまあ今日はね、なんかいける気がするよ、ね、いける気がするよ。はい、ということで、ね、やってみたいと思います。あ、違う、キー間違えた、こっちだ、うん、で、ここの移動がね、できれば多分いけます。ではまずやってみたいと思います。浅香唯さんのカバーでシーガール。あれ、間違えた。あれ、 Bm ってこれか。あ、すいません、失礼しました。ね、最初からいきます。心が折れてきた。誘った大貧乏道、水の中の太陽めがけ、こっちだね。
って確認したのに。メカビのビデオに、違う違う違う、縛られてるみたいね、人が瞳だけで恋の微熱を全然ダメじゃん。転調するみたいなところ、ここばっか練習しててね、 A メロのとこどう忘れしちゃったよ。まあ、ほぼぶっつけ本番なんですけども、一応やる前にね、本当にできるかどうか、こうこの押さえ方の確認だけはね一応やったんですよ、10分ほど、そうそう、最初 A メロからチョローンってやってね、その時はあの実はね、あの一発でいったんですよ。珍しく一発で行ったから、ああいいかなと思ってね、そのままスルーしていったらね、本番やったら見事に忘れてましたね。はい、ということで、この曲 C ガール、ね、本当は口づけ G のキーなんですけども、ね、高かったり低かったりするので、あの僕の声に合わせて D のキーにしてますね。D のキーでこう行くときに、最初の A メロは割とあのやりやすいコード進行なんですよ。実はさっきめちゃめちゃ間違えてたけど、 D から F シャープマイナー、ちょっとね、そう一箇所だけ変わるだけで実はこれ簡単なんですよね。で B マイナー、これかさっきド忘れしちゃったんですけども、これも比較的簡単で E マイナーセブンス、そしてG マイナーがちょっとね、 G とこんがらがっちゃうんですけども、あのうんね、いわゆるヨドマイナーっていうちょっとこうアンニュイな感じのコードなんですよね。で太陽めがけ B マイナーとね、 B マイナーと B とが こんがらがっちゃうんだよね、いまだにね。だから F シャープマイナー、さそダイビングボード、水の中の太陽目がけけ、これか、これとこれがねちょっとこう、間違っちゃうんですよね。あ、どうもどうも、こんばんはこんばんは。今日あの見てくれてる方多くて嬉しいです。はい、なんだっけ、あ、そうそう、今日はね浅香唯さんの C ガールやってますね、そう、ほぼぶっつけで、一応ねやる前にコードの確認だけした時に、一発でうまくこういけたところがね、あのいざ配信始めたらねド忘れしたということになってました。ね、だからもう一回ちょっと練習します、一から練習します。 D F シャープマイナー、そしてん、こっちか、 B マイナー、こっちか、やっぱもうこんがらがっちゃうんだよね。 B マイナー、 E マイナーで G マイナーの D で、ここで B、 あ、ん、これか、 B、 まあ、B っていうか B セブンス押さえて、あ、 B のセブンス押さえてんですけど、 B ですね、よいしょ、で、あ、マイナーセブンス、これでいいんだ。あー、 B のマイナー、さっきねちょっと押さえ方をこういう形
じでやってたんですけど、ここ1本でもね、いけることが今判明しました。ちょっともう一回やるよ。D、F シャープマイナー、これだけ、これだけ。で、G マイナーセブンスの D。で、B だよな、問題は B。B、こっちの方がいいのかな。いや、でも、セブンスでもいけるんだよな、ここは。ちょっと鍵、今ここに鍵盤があるんで鍵盤で確認します。ダララーダイオメガケ、あ、ダイオメガケか、やっぱこっちだな。 SP のセブンスでいきますね。抱き合って抱き合って落ちる、セブンスでいけるんだ、ここ。抱き合って落ちる、ね、なるほどね。はい、すいません、独り言です。ここになんかこう今コードとかがここに今編集とかでテロップで出せるようになったら、なんかこう教則ビデオみたいになるのかな、わかんないけど。ね、はい、ということです。はい、普通に練習ですねこれね。ちょっとなんとなく把握できたので、頭の中でちょっと整理できたので、もう一回やってみたいと思います。88年カネボー化粧品だったような気がする、カネボーの夏の CM ソングですかね、シーガール。知りたい方っていうか、原曲をね実は聴いてほしいんですよ。あの原曲の浅香里さんが当時歌ってたシーガールので、ぜひぜひ YouTube とかで皆さん見てほしいなと思ってますけども、はい、いい曲ですよ、うん。はい、ということで、2番もちょっとやってみようかな。外して果てな見つき目で追う、そうよジェラシー、あなたの肩に光る爪立てた、
間違えた歌詞間違えました。ロンリーナロンリーナ涙を瓶に混ぜたから妙に痛むでしょう。間違えた。ね、ちょっと前からいきますね。素敵。しましたけどもこんな曲です、こんな曲です。ありがとうございます。これね結構ねそうなんですよ、僕もね曲を作ったりする人なんですけども結構ね影響を受けてんですよねこの曲に。あの実はあのねそれこそあの B メロのね B メロのこのコードまあ、炭酸の下に行くってやつなんですけども、この手法とかあとなんだ A メロの途中で、ね、ヨドがマイナーになるとか結構ねこの曲実は自分の作る曲のだいぶだいぶ影響されてるなって思う曲なんですよね。誰だったかな、ノーバディさんか、ノーバディさん、ノーバディっていうあのユニットが作ってますこの曲、うん、で作詞は森幸之丞さんね。はい、であのあれなんですよ、あの4年ぐらい前にあのガールフレンドっていうゲームの中のキャラクターで、あの浅見圭ちゃんっていうキャラクターがいるんですけども、その子の曲を書いた時にだいぶこのシーガールにね寄せた感じでね、あのメロディーを実は書いたんですよ。はい、なのであんなよかったらそちらの浅見圭ちゃんっていうキャラクターか、ね、が歌ってるあなたにエール、そう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 、あのコメントありがとうございます、あなたにエール、そうそう、その曲がね割とあの浅香唯衣さんのシーガールをねめちゃめちゃ意識したメロディーで、はい、ぜひぜひ聴いてみてください。はい、ちょっとね今僕あのぶっつけ本番、ほぼぶっつけ本番でやってたんですけども、歌っててねちょっと高いのかなって気がしたのでキーを1個下げました。 D からちょっと D のキーから C のキーに戻しました、うん、これこそねあの何もチェックしてないので、あのこっちのチェックをしてないので前とねぶっつけです。これから10分間ぶっつけでできるかどうかやってみます。よろしかったらお付き合いください。ウィーできるかな、ちょっと一応気になるところだけ練習していいですかね。E マイナーでしょ、 A でしょ、 A マイナーでしょ、 D マイナーか、で F、 違う F マイナー、これか F マイナー、これすごいでしょ、初期の頃はあのいちいちコードをカンペ見ないとできなかったんですけども、一応何も見ないでね抑えれるようになったんですよ、ね、F マイナー C で AD7 すか、 D7 すこれか、あーここわかんないな、 G シャープ、 ちょっと今カンペを見ます、これか、
お、いけそうかも、いけそうかも。あのキーをちょっと下げたバージョンでいきます。はい、キーを下げました、キーを下げました、キーを下げました。で B マット、あーここ違うな、あいいのかこれ。結構ね10分ぐらいやってた、練習してたんですけどね、こっちのキー今ぶつけちゃったらこっちのキーの方が簡単だった。いや自分的にはね、自分的にはこっちのキーの方が簡単だったな。まあ C だからってのもあるかもしれないけどね、あの C ってあの一番基準的な基本的なキーなんですけども、なんだ全然こっちの方が実はやりやすいかも。ということで引き続き2番と大サビをD7 スイクときによいしょって。いかれつめたけたロンリーナイトのシーンじゃないや。涙を瓶に混ぜたから妙に痛むでしょマニキュア。シーシーシー内緒よシーシー、できちゃった。いや歌はね間違えたけど、歌は間違えたけど、案外こっちいけるな、いけるな、さすが
あれですね、あの4ヶ月ともなると、はいね、4ヶ月、 ありがとうで、みんなありがとう、ありがとうございます。いやありがとうございます。ありがとうございます。なんかさすが杉本さんって書いてある。いやすいません。あのこれどうしようかな、いやどうしようかなって、なんかこうあのねえちょっとね、このもうそろそろね4ヶ月経つから、ちょっとこうなんかきちんとね、配信もこうただガーって配信するんだけじゃなくて、なんか編集してなんかこうまとめてもいいのかなとかね、いろいろ最近考えるようになりましてね。ね、一番最初の配信はかなりね、あの無頓着、いろいろ背景とかも無頓着だったし、ね、服装とかも無頓着だったんですけども、ね、今も若干無頓着ですけど、ね、こう垂れ流しでいいのかしらって最近思うようになってきてね、うん、はい、まあそんなところです。でもまあ皆さんがこうやってまたあのね聞きに来てくれるから、あのまだまだ続けていこうかなっていう感じです。はい、おまだ時間ありますね。26分45秒。うん、あコメントありがとうございます。垂れ流し版と編集、あなるほどね、あ2つ用意しろと。いやそういう意味じゃないよね。そういう意味じゃない。はい。はい、ああ、本当に、ああ、そっか、普段の部屋も、そうね。うん、ガッチガチプライベートですもんね、これね。あ、そうそう。なんだかんだね、この間ってだいぶ前になりますけども、5月、6月にかけて、あの、プレミア配信、ね、有料の配信ライブをやらせてもらって、またやりますね、とか言ってたんですけどもね、まだ、あの、いつやるか決めてません。あの、またちょっとね、あの、前みたいに部屋から配信するのもいいんですけども、せっかくなら、もうちょっとね、あの、広い部屋で、もうちょっと大きい声出せる、あの、場所を借りて、なんかこう、がっつり、ね、いい音とかで配信したいなと思っておりますので、はい。今だって iPhone1 本でこれやってるもん。iPhone のインカメだもん、これ。だって、うん。そんな感じで、ゆるーくやってますけども。はい、あ、そうそう。あの、この間、リクエストをね、あの、いただいて、お酒んさんの、ね、さよならなんて言えないのか。あれだいぶ雑な仕上がりになっちゃいましたけども、あの他にもねリクエスト受け付けてます。あの全然難しい曲でもいいので、あの難しい曲の方が僕があのやる気になると思います。はい、ね、そういう意味であのロボティクスもやんなきゃいけないよね。リクエストいただいてるね、あれもやんなきゃいけないよな、うん、はいと思っております。はい、ということでよろしくお願いします。今日もそろそろ時間かな。じゃあ最後、これいいよね、ハートから抱いてってこう歌詞がさすが森雪之丞さんだなっていうね、はい、ありがとうございます。みんなコメントありがとうね。はい、そうそう、いつになるかわかんないけどもね、あのちゃんとしたスペースであのがっつり何曲かまとめてライブしたいなとは思ってます。はい、ということで、あまだ30秒ですね。はい、じゃあね、 C ガールだからって C のキーにしましたけども、 D のキーで練習したから最後 D でね、 D のキーで、あ終わっちゃうすいません、最後グダグダになっちゃった。じゃあまたよろしくお願いします。また木曜日にやります。ではでは。